アラスラー軍は偶然の遭遇を利用して一気に聖マヌエル城に突入した。同じ頃、王都エクバターナでは一人のルシタニアの権力者がチカロウに囚われたアンドラゴラスの元を訪れていた。ルシタニア王の弟ギスカール、軟弱な国王に代わって国を治めるルシタニアの真の支配者である。